山あいの茶畑を走り抜けてきたのは、それでも変えていく、変える力、遠藤幸寛です。立憲民主党遠藤幸寛氏の選挙カー、小さな軽自動車です。どんなところでも細かく聞いて回れるようにと、この車を選びました。町の人を見つけるとすぐに駆け寄ります。今農業をめぐる環境は良くなってきた？良くないですね。お年寄りばっかりなっちゃって、でもやる人がね、もっと若い人がね、やってる。ああ、後継者がいないんだ、農業の。自分の足もフルに使います。この坂一気にダッシュでも大丈夫です。走ってますから私。大丈夫です。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。やっぱ厳しかったですか。一人一人の声に耳を傾けると、多かったのはコロナ禍での苦しみを訴えるもの。公示日の第一声では、この苦しみから抜け出すために政治を変えると主張していました。この先の未来が全く見えない。多くの国民がそう感じました。未来は変えられます。そのためには皆さんの力が必要なんです。国政への挑戦は今回が初めて。アナウンサーや県議会議員の経験を生かし、地域の小さな声を大きく国に届けるとしています。コロナ禍で皆さん非常に生活疲弊している方が多いんですね。こういった声を一人一人聞いて、それをしっかり届ける、これが大事だと思ってます。我々は今の政治を変えようというスローガンのもと頑張ってますんで、ぜひともこの静岡から政治の流れを変えていきたいと思ってます。